はい、どうも、かげろうです。今日は岩泉の雷神に来ましたよ。高木ブーとか出てますけどね。雷様といったらやっぱり高木ブーでしょうか。では見てください。はい、ということで雷神来たんですけど、今ね、ちょうどね、討伐対象ですのでね、動画に上げてみようかなと思って来たんですけど、大体もこれはしょっぱなロッチンですね。私この間ね、入れてご指摘ありがとうございました。また今日も軍様でね来てみたんですけど、まあ一応初めてね見る方もいるかもしれないんですけど、龍泉堂の2ですね。龍泉堂もね、首輪を鍛えたいために来てるんですけどね、なかなか扇も引けないですしね、価値も上がらないし、ちょっと頭待ちで困ってるんですけどね。はい、まあちょこちょことやってみましょうか。あとですね、まあ全然関係ないんですけど、この間まあいろいろな方の獅子材で動画上がってまして、なるべく見かけた方はね、グッドマークをさせていただいたんですけど、本当にね、勝手に入り込んで場を乱しちゃったんですけど、あと動画ね、無理で撮らさせてもらったんですけど、本当にね、この場を借りていいですよと言ってくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、話は変わって、この雷神なんですけど、まあ強さ的にはね、そんなにね、まあとりあえず術をね、使う敵が多いんで、なるべく術を見るような感じですよね。ねえ、メイ、オンモさんがいますんでね、私、弾いらないのかなと思ってるんですけど、ね、まあ一応毎回言ってるんですけどね、ちょっと流れ見ながらねやってみようかなとは思うんですけど、はい、ありがとうございます。あ、来ましたね。そんなに強くない時ですかね、まあ、なるべくね、一気に落としちゃった方がね、早いですもんね。かっこいいですね、マサイ君ですね。僕もこれ、伊達政宗の時の曲なので、あ、いろいろなアドバイスくれますね、知人なんですけどね。そろそろまた服も変えたいんですね。みんな本当おしゃれですよ。毎回言ってるんですけど、本当に皆さんおしゃれですよね。まあ逆転かけながらの陣ですよね。まああとは釣りでるんですけど、もうなんで釣ってあげないのって言われるかもしれないんですけど、なるべくね、前も言ったんですけど、刀さんの場合はね、人それがどれなんですけど、僕の場合はね、ダメージをなるべく貯めたいんで、他のことやってっていう考え方なんで、あえて釣ってないんですけど、まあね、合間見ながら釣るとは思うんですけど、まあそれよりもね、攻撃力とね、まあ術を止めたりね、相手の物理ダメージを下げたりとね、あとはまあ見てもらったらいいですけど、釣りのマークはね、全員もし漏れたらまた釣ると思うんですけど、まあとりあえず今動きをなるべく止めながらやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、結界だけはね、なるべく切らさないようにね、していこうかなと思ってますけどね。どうしようかな。
うん、待ちましょうか。あと16秒だからね。多分ね、4人ぐらい回ったぐらいかな。水星さんの裏ぐらいに行くんじゃないかな。4人じゃない、3人か。あ、来た。この裏ぐらいですね。あ、お二人か。水星さん、お二人ますね。とりあえず、チンをね、かましといて、5、6をね、1、5、6を、5つを止めて、まあ、あとは、ね、結界を張って、まあ、なんか考えかなと思ってます。まあ、ノブモンもね、全然関係ないんだけど、新しい職もね、増えるということで、まあ、これが楽しみなんですけどね、さ、どんな職が増えるんだろうね。海賊とかね、面白そうなんですけどね。歴史とかね。まあ、アタッカーが、ね、後の攻撃によって変わると思うんですけど、はい、切り替えて今からですね、4時ですね。まあ、今のチームが決まってる間にね、切り替えて、さあどうしようかな、下の567ぐらいをちょっともらおうかな。実は飛んでもいいよね。まあ、とりあえずあの陣を張って考えましょう。意外とこの姿勢陣ってのは結構持つんですよね。さあどうしようかな。赤がついたんでとりあえず落として、うん、一体一体チンやってたらめんどくさい、めんどくさいって言ってあれだけど、あれなんで釣っときましょうかね。とりあえず鍛冶屋さんにね、お釣りダメがね、行くのちょっと下げて、それから釣ってね、行こうかなと思うんですけど、まあ、今回もね、皆さんに撮っていいですかって、いいですよっていうことでね、まあ、毎度のことですよ。でも毎度のことって思っちゃダメなんですよね、やっぱりね、うん、本当にありがたいですよ。何よりもね、動画を撮らさせてもらうってことが嬉しいというよりも、いろんな方とね、こうやって組めることが嬉しいんですよね。いろんなお方のね、やっぱ戦い方っていうのは本当に参考になりますからね。なんか聞いてる。撮ってるよ。撮ってるぞ、クシン。撮ってるよって言ってるか。もう彼とはね、本当に無印時代からね、仲なんですけど、まあ動画の宣伝になっちゃうんですけど、無印からね、天下無限まで、オープニング全部変わりますって言ったんでね、その分全部また動画になってますんで、気が向いたら見てください。無印時代でとか面白いですよ。ソーハとかね、まだ PS2 なんでね、画像がめっちゃ悪いんですけど、ね、まあ時代を感じさせてもらってて面白いですけどね。
いろいろ変わりましたね、本当ね、破天申請ね、こうとか、その都度面白いコンテンツが入ってきてるんですけど、はい、ということで私はもうちょっと下を釣ったんで変わって、さあどうしようかな、弾が溜まってきたな。とりあえず術を止めるか、止めた方が早いような気がしますね。あ、天狗はね、あんまりチンしても同じことばっかりしますんでね、あれ無視でいいですわ。するならこの6、7ですよね。いつもだと結構激戦なんで大変なんですけど、今回私がね一番役立たずキャラやってますんで、特にいてもいなくてもいいようなキャラなんで、やっぱ落ち着いてますよね。これ本当うまいゴンサムさんだったらもっとねタンタンタンってやるんだと思うんですけど、まあね、見てくださっている方は分かると思うんですけども、本当ポンコツなんで、やってることがねなんかかけ離れたことやってるんですよね。まあとりあえずダメージがもう赤逆転かましてる時点で、鍛冶屋さんがね本当にダメージを取れないと思うんですよ。なので、ね、もう一回言ってますけど、言い訳じゃないですけど、わざと釣ってないです。あとはまあ弾使って、もう不動と四陣が入っている時代でね、特に才覚使うわけでもないですし、で一応釣ったのはなんで5、6、7釣ったかっていうと、軍様やってる方は分かると思うんですけど、自分が釣ったりしてね、竹取ってるとその分沈黙が入りやすいということで一応釣らさせてもらったんですけどね。あとはまあ釣りじゃなくてね、今5番の赤を逆転かまして、さあどうしようかと、もう動かない方がいいような気がしますね、私もね。悩む。建物とかもマジでかっこいいよね、本当にね。いやざっす。どうしようかな。ね、弾が溜まってますもんね。僕はこれを入れて終わりかな。もう用事がないような気がする。ね、まあ、アタッカーの回転をね、これも前で言ってますけどね、下手に動きを削ぐよりはね、回転上げた方がいいんじゃないかと。いらないな、もう終わっちゃう、終わっちゃう、これ意味がない。まあいいや。さあ終わっちゃおうかな。お見事、お見事でした。はい、皆さん本当に動画ありがとうございました。おお、すごいね、いっぱい増えてるわ。
ですね、今ちょっと覚醒がね遅れてましたのでね、はい、どうもありがとうございました、見てくださって、ではまたよろしかったらですね見てください。ではこれで失礼いたします。動画、感謝ありがとうございました。失礼します。